ハリウッドのビーチハリウッドは、アメリカ合衆国フロリダ州南東部、ブロワード郡に位置する都市。フォートローダーデールの南に隣接し、マイアミフォートローダーデールウェストパームビーチ都市圏を形成する。人口は139,357人。同都市圏内のハヤアリアなどと、同様大型衛生都市としての人口増加が、著しく。 2004年の推計では144,535人に増加している。ハリウッドはゴールドコーストのダイヤモンドと呼ばれるマイアミから北へ約1 0 0トルにわたって連なるビーチリゾートの一つであるが同時にマイアミやフォートローダーデールの郊外都市としての性格を合わせ持っている。そのためマイアミやフォートローダーデールに見られるような賑やかさはハリウッドにはなく、 ビーチも比較的静かである。ハリウッドが正式な市になったのは1925年のことである。1920年代、ジョセフ・ヤングはフロリダの理想の都市を作り上げるべく、その都市計画を実行するにふさわしい土地を探していた。その都市計画とは、大西洋からエバーグレーズに向けて東西に大通りを設け、その両側にイントラコースタルウォーターウェイに注ぐ。 人工の湖を作るというものであった。その湖はヨットハーバーにする計画であった。また、市内数カ所に巨大なロータリーを設け、10エーカーの公園、視聴者、士官学校を設置した。一方、ビーチではハリウッドビーチホテルをはじめとするホテルやカジノの建設、開業が相次ぎ南のアトランティックシティとなるべくリゾート地としての開発が進んでいた。 しかし1926年のハリケーン襲来で死の大部分は破壊されてしまった。その後ヤングは没落し、1934年に心不全で死去したが、ハリウッドは成長を続けた。1930年には2689人であった、人口が1935年には4500人、1940年には6239人、 1945年には7500人、そして1950年には14351人を数えた。第二次世界大戦中、ハリウッド市内の主要な施設のほとんどは海軍の管轄下に置かれた。士官学校は海軍の狙撃手養成学校となった。ハリウッドビーチホテルは海軍の訓練学校として使われた。ハリウッドゴルフカントリークラブは、 軍人専用の娯楽施設となった。第二次世界大戦が終わると、内陸部への市街地の拡大と人口流入が続き、ハリウッドは急成長を遂げていくようになった。1955年には人口22,978人、1960年には35,237人、1965年には67,500人。 1970年には10万6873人、1975年には12万1400人を数えた。その後、市は成熟期に入っていくものの、人口は増加し続けている。左上から右上から、右下、フロリダ州におけるブロワード軍の位置。左下、ブロワード軍におけるハリウッドの位置。ハリウッドは、 北緯26度一部17秒整形80度10分30秒、北緯26.02139度整形80.17500度、26.02139-80.17500に位置している。アメリカが州国統計局によると、ハリウッド市は総面積79.8キロ平方メートルである。 このうち7 0 8キロ平方メートルが陸地で9 0キロ平方メートルが水域である。総面積の11.23%が水域となっている。ハリウッドはブロワード郡の南東部に位置し、ホートローダーデールの南に隣接している。大西洋岸には8の1 0トルにわたってビーチが続いている。一方、内陸部にはフロリダ州一帯に住むネイティブアメリカンの セミノール族の居住区が広がっている。以下は2000年の国勢調査における人口統計データである。人種別人口構生年齢別人高校生世帯と家族収入と家計ハリウッドは以下の8都市と姉妹都市提携を結んでいる。ありがとうございます。